ウィリアム・パウエル・フリスは、主として、ビクトリア朝時代に活動した、イギリスの画家。1852年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの、会員に選出されている。フリスは、ノース・ヨークシャー州のアルド・フィールドを生まれ、絵を学び始めたきっかけは、ハロー・ゲートでホテルを経営していた父の商用だった。1835年、フリスは、ロンドンに上京。 シャーロット・ストリートにあるサス・アカデミーで学んだ後、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに進学している。フリスは肖像画家としてキャリアを開始、1838年にロイヤル・アカデミー展覧会に初出品した。1840年代、フリスはチャールズ・ディケンズやローレンス・スターンなどの小説に財を取った作品を多く描いている。フリスはディケンズと私生活面でも 友人となり、フリスの手によるディケンズの肖像画が残されている。またフリスは、リチャード・ダットも加盟していた、芸術家グループザ・クリークに名を連ねていたが、フリスに最も大きな影響を与えた、イギリスの画家は、デイビッド・ウィルキーである。特に、ウィルキーの著名な作品、チェルシーの年金受給者たちは、フリスの創像に刺激的な影響を与えている。フリスは、ウィルキーや分野は違うが、 小説家ディケンズに習い、ビクトリア朝時代のイギリスの群衆を多面的な構成で描き出すという作風に傾斜していく。1854年、フリスは海水浴場に集まった人々を描いた初の風俗がラムズゲートサンズを発表し、成功を収めた。フリスが次に世に通った作品は、ダービーステークス開催日にエプソム競馬場に集まった群衆を描いた。 ダービー開催日である。1858年のロイヤルアカデミー展覧会に出品されたこの絵は監修の熱狂を呼び、景観と鉄作によって絵を保護せねばならなかったという。1862年に発表された駅でパディントン駅プラットフォームの群衆を描いたフリスは、イギリス王室からウェールズ公エドワードとアレクサンドラの結婚式を描いた絵の移植を受け、 1865年、ウェールズ公の結婚式を完成させている。その後のフリスは、ウィリアム・ホガース的な二つの連作絵画を手掛けている。ギャンブルの危険性を解いた崩壊への道と富のためのレースである。フリスは1890年にロイヤル・アカデミーから退いたが、展覧会には1902年まで出品を続けた。フリスは、自助伝と思い出、一層の思い出や、 その他の著作の中でもモダンアートへの反感を隠さない伝統主義者でありラファエル全派と単美主義もフリスの批判を免れなかった。フリスは1883年に発表したロイヤルアカデミー展の招待日1881年によって宿敵を風刺した。この作品にはオスカー・ワイルドがフリス本人やその支持者から冷ややかな視線を浴びながら 自説を改陳している様子や、フレデリック・レートンや、ジョン・エヴァレット・ミレー、小説家、アンソニー・トロロープラが描かれている。ありがとうございます。